おはようございます。ジャスト株式会社代表関正樹です。ちょっとね、前回の、前回、前々回の番組のちょっと付録的なところなんですけども、よく私こういう図を使うんですよね。どうも人間にはこのレベルがあると、目的レベルによってこの人生のステージが変わってきます。生存維持、自己満足、自他実現、こういうレベルがあって、こっちの方に行けば行くほどこの幸せ、幸福度だとか、あと出していく成果だよね、そういうものが違ってきますよって話なんだよね。でね、それで前回、前々回はこの人間関係ね、こうそれぞれのステージの、この2人いたら、それがこうそれぞれのステージこういろんなパターンがあるんだよね。それどうなるかみたいな話なんだけど、あとね、ちょっと最近気づいたことなんですけれども、要はね、人間ね、ほっとくとね、ここにいますよ。ほっとくと、ほっとくと、もうここに常に落ちていく。どんなにここにいる人でもね、ここにずっとやっぱエネルギーが低いレベルに追ってくんだよね。いや、仕方なしに生活して生きるためにこう仕事するみたいな話、なんかワクワクしない、もうどんどん追っていく。で、やっぱね、ここに上がっていくとワクワクしたり楽しかったり幸福度があったりするんだけど、こう何が必要なんだろう、上がるために。目標というか、そうだゴね。ールというか。ここはね、やっぱね、何らかのエネルギーを与えない限りは、こっち行かない。もうこうちょっと物理学的な話だよね。やっぱね、こう、あれと同じなんだ、なんていうかな。水の変化と同じだね。で、水蒸気になるためにはさ、水が水蒸気になるためには、エネルギーを与えないとこっち水蒸気になれないって話で、このエネルギーなんだけど、これおそらく情報なんだろうね。情報というか、こう情報の整理だったりとか、やっぱ自分が何をやりたいかとか、目標とかね、前も言ったけどね、ここら辺が何て言うかな、こうエネルギーを作り出すんだろうね。で、目標を持つってことは、多分ね、プラマイのこの電圧を上げるようなもんだろうね。いうようなことなんですよ。ここエネルギー与えない。物理学的な話。ちょっと補足なんですけれども。で、やっぱね、ここは混乱状態です。混乱状態。で、僕なんかもね、実を言うと、もうほっとけばこうなるんだよね。ほんとこ、こっちこう。偉そうなこと、今ちょっと意地っぽいか これね、ここはね、意地だからね、だからちょっとした変化でもビク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 して生きなきゃいけない、本当に。いや、本当自分でも嫌になっちゃうね。なんかいい、で、僕らも婚活とかビジネス、なんかこう、コンサルタント的な仕事してるんだけど、私たちの仕事ってやっぱね、こう一人でも多くの人たちをこうこっち引き上げることなのかな。で、エネルギーを与える。で、ごっそりはできないよね、やっぱね。やっぱ一人でも、そこがなんか僕らの、仕事の本質なのかなっていう気がします。どうもありがとうございまありした。がとうございました。